ホーマ SH901IC はシャープによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。901i シリーズとして初めて発売された。外部メモリーはミニスドカード対応である。同年7月にムーバ端末として発売された SH506IC と同様の回転に軸品時方式を採用し、 液晶側にも上下左右キーなどを配置したフロントコマンダーを採用したことで液晶を表側にして折りたたむビューアポジションでの操作が可能になった。回転二軸ヒンジ方式は s h 9 0 1図 s h 9 0 2 i に引き継がれている。この端末のボタンは黄緑色に光りフロントコマンダーも同色に光る。SH900i に引き続き ワード、エクセル、PDF といった PC データを携帯で見ることができるピクセルブラウザーを搭載している。カメラ性能はアウトカメラは CCD 約202万画素でオートフォーカスに対応している。主にテレビ電話用のインカメラは CMOS 約11万画素。なお、本端末はホーマ端末であるが外部アンテナがある。AV 機器との連携にも対応しており、 別売りの平型 AV 出力ケーブルを用いて外部入力した映像をミニスドカードに保存できるビデオエンコーダーを搭載している。また t v 電話画面や端末内に保存した画像、動画を t v へ出力できる。液晶は2.2インチの高格子や角なモバイル ASV 液晶を搭載している。i アプリは G ガイド番組表リモコン、携帯ポストペット SH、 3D Music Cafe SH 電子マネーエディがプリインストールされている。901i シリーズ共通の特徴として、着歌や、キモーションの最大再生容量を3 0 0イトから5 0 0イトに拡大。i モードメールの添付ファイルの最大容量も1 0 0イトから5 0 0イトに拡張。ツインスピーカー搭載。iApple の 3D グラフィックス機能強化。 フラッシュからの端末情報取得、外部からのコンテンツに対して問題要素を検出するセキュリティスキャン機能を搭載しているなど、i モードにまつわる機能が強化された。また、デジタルオーディオプレイヤー機能が正式対応になり、連続再生できるようになった。また、型番に IC が付くことからわかるように、i モードフェリカにも対応している。モバイル Suica には、非対応。 予定されていた 800MHz ツ帯とのデュアルバンド機能は見送られ、9 0 1イズから搭載される。フェリーチェマークとビデオ端子、ありがとうございます。